もピオキングです。今日もですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオ、丸々シールド丸々の盾を突き破れって書いてるコースなんですけど、このコースですね、ゴールに丸々が設置してあって、普通にはねゴールできないと思うんですよ。それをどうやってクリアするのかっていうことはですね、置いといて、ベストタイム取ってる人見て、ゆうたくんって名前書いてるんですよね。僕と同じ名前じゃんかと思って、もうコースよりもそっちが気になって、ゆうたくん肩を並べようじゃないか、ユーキングになろう。さて、ここは30秒ある。でもベストタイムは2秒って書いてたんでですね、多分こうダッシュしてジャンプで行けみたいなそんな簡単じゃねえのかな。はい、むずいここじゃないの。あ、うわ、むずっけ、邪魔くせえ。丸々動いてないから、これちょっと右からこうやって体当たりするたびにさ、左に1ミリずつとか動いてないから、うわマジで何ここ。シャガちゃん走って、シャガちゃんこう違うの、一旦走ってシャガちゃんしよっか。右からシャガちゃん、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 相当難しいよこれ。えいえいえいだいたいさ、一つ言っていい、このサボテンちょっと形がいびつすぎないですかね、制作者。そっから花火が出るってなんかもうやめちゃうかあ、ご飯中の皆さんごめんなさいそれよりも本当に難しいんだよねこのコース、なかなか行けないの。誰か行き方教えて。これマジでシャガじゃんかな、シャガちゃん怪しくない？これ気づいたことがあるんだよね。しゃがみジャンプするじゃん、しゃがみジャンプしてしゃがみ状態、まあ、下ボタンをねキャンセルしたら、なんかちょっとねこの丸々に入ることができるんだよね。ほらブルルルンってなってるでしょ。ちょっとわかるかな、わかりにくいかもしれないんですけど、ちょっとブルルンってなるんですよ。ただこうやってジャンプするだけだったら、あの跳ね返るだけなんですけど、しゃがみジャンプしてしゃがみジャンプをキャンセルするとブルルルンってなるんですよ。多分これだね、これがシールドブレイクだね。なんで走って P 状態のまんましゃがみジャンプして、見た見た今いや、こんなに早くクリアできると思ってなかったんですけど、ちょっと解説するとね、 P ダッシュのまんま斜め右下の方からですね、しゃがみジャンプして丸々に当たった瞬間しゃがみ状態をキャンセル、そしたらねクリアできると思います。はい、それじゃあ今日のトロールコースはこのコース、マギックアップトロールレイク。まあ全然意味わかんないんですけどね、サムネはあれでしょ、ホイキングでしょ、あのポケモンの。まあキング同士仲良くやりましょうということで、今回ですね、あのキノピオからキノピコに変えてまいりました。え、それじゃあ早速やっていきますか。今回は金魚の食、ちょっと待って、あった、こんなに金魚振ってくんの。金魚はあの結構避けるの得意なんですけど、こんなにも振ってこられたらさすがになかなかあれだよ、笑ってしまうよ。うわ出た結構難しそうだね今回も。ということはよ、ここ、うわ上行ってみよっか、こっちが正解。うわマジか、だいたい左上さ、あの罠が多いからさ、油断してしまいました。でここ左は絶対違うと思う。どっち、何が来る。さてそこに爆弾が来たってことは着火しなくちゃいけないっていうことで、ファイヤーボールを取ります。うわダメくせうわこれは簡単だよ、この死に耐久は。見よってよ、一発でいくよ。まあファイヤーは取ってしまいましたけど、これスターを取らなかったらいいだけでしょ、めちゃくちゃ簡単じゃんね。数々の死に耐久をやってきた私をバカにしてるんですか。じゃあここは右でいい、こっち行こう。そんでこのまんま着火する感じ。お、よかった、合ってる合ってるね。でブラッパー出てこないみたいな、オッケー。うわここ変わる、変わんないね。おーしょ、で右、うわ USA キノコ出てくるのか。 USA キノコ取ってあの雲からドアに入るみたいな、そんな感じでしょ。これどうせ全部金魚でしょ、分かってる仲間外れいるじゃねえか。どうした、それじゃあここオンして USA キノコ取る。よし、そんで右のドアに入ろう。ビヨーン、ビヨーンしたらダメだった。あ、なんか右下にもあるね、 USA キノコ。あっちが正解なんじゃないの、ここは。何も、いやこっちが正解っぽいね、よかった。
そして右か左か。うわうぜ。それじゃあこのドア入ったらすぐ右か左、どっち行く？左、こっちで合ってる。そんでここでビヨーン、よし、右はバネなのか、どっちも合ってるっぽいね。ここはオフしたらいけない、多分線でいい、線でいいでしょ、オッケー。でここで抜く。うわどっち行く。いや左行ったら絶対に戻ってこれないんでね、もうこっちしかないよね。頼む、合っててくれ。よし、ここはどうすればいいんだろう。土管に入る感じか。うわ積んでんじゃねえか、土管入れねえし。じゃあここオンオフしてみようか。オンオフして、うわ待って、なんかいろいろとやべえけど、これが正解なんじゃないの。いや絶対違うよね。じゃあここ左行ってみる。この P 押してすぐ右に行く感じじゃないの。あ、でここでデカキノコが出てきて、さっきのあれか、このブロックを壊せる感じだね。オッケー、多分こっちで合ってるね。そんでリンクか、リンクになっておいて右、多分バブルがね降ってきそう。ここそんで左に行くかね、右上、ここは右上が正解と見せかけ、いや待って、あなんか水中ステージなんだね。ここはじゃああれ取れるよ、中間ポイント取れるよ、いくよ、はい、いやぶつけ、ちょっと待ってね、はい、ちょっとこれだけは取りたいんだって、はい、いやははは。それじゃあここは水が出てくる前に速攻取る、オッケー。そんでドクロコースターに乗る。なんで下行ってんの。じゃあここはドクロコースター乗らんで上でいいのかな、絶対こっちだね。うわこんなのもう3分の1じゃんか、2分の1でも外すのに3分の1外すに決まっちゃうやん。じゃあ真ん中だけなんかさちょっと違うくない、雰囲気わかる、この下の氷ブロック、ここが正解でしょ。坂だー、3分の1外した感じ、いや違う、3分の1を当てた感じ、逆に言えばさすごくない。じゃあここは右のファイヤーの方が好きなんで右行きます。あ合ってんじゃない、ほらなんかワンチャンありそうだよ、来た、うわダメっぽいで、いやまだ上上がれる、いけ頼む、え何、右に行けってこと、こっち合ってんじゃないの、なんかブブー言われましたけど、合ってるっぽーい、うわーどうしよう、タック、アヒルってことかなこれ、どこに行けばいいの、上しかないね、右こっちだね正解はきっと、え合ってるの、間違いなの、何なのここ。どうすりゃいいの、もうこの音楽はどうせやばいやつでしょ、なるほど右まで頑張っていけって感じかな、うわここめんどくせえ、このデカ状態っていうのがなおさらめんどくせえ、マジいけないんだけど、ここ一旦さチビになれないの、うわ左戻れねえか、あやったやった来た来た来た、でこのまま右、え今度は左行けってな。めんどくせえ。ちょっとみんな見ててね、優しい。優しい。ここであれか、救助が来ました、でここで P 押してどうするの、上こっちでいいのかな、あで P ドア入って成功、え何ここ、サムネの場所じゃんか、どうなんのかな、こっち正解なんじゃないの、なんかさ失敗っぽい感じだったけど、どっかで多分ね鍵を持ってこなきゃいけない、ここ怪しくない、この王冠のとこ、うわ違うのか、じゃあ王冠の左下も怪しいと思うんだよね、ここ、うわ違うのか、罪っぽいね、ここなんか罪っぽいよ、なんでちょっとやり直してみるね、別ルート行ってみよう、こっからだよね、こっからどうするかなんだよな、さっきのコイキングのとこ行っても行き止まりだしね、この鍵ドアは何、上に行ったらなんかあるの、なんもないね、あらなんか鍵手に入れたよ、鍵手に入れてこうこっちのドア入ってみようか。そしたらねここですぐ鍵を手に入れるでしょ、鍵を手に入れた瞬間に右に行く、これで合ってんじゃない、
で、さっきと違って鍵を手に入れた状態でこっちに来てるんだよね。なんかヒント、あ、待って、下になんかあるね、メットがあるよ。あれを取らなくちゃいけないっぽいよね。それで次のルート行けそうだね。それじゃあここカロン現れたんで金魚をしゃがんで避ける。そうで吐く。でどうするの、なんで、待って、あー、こっちに行けばいいのか。オッケー、何これ、バグってんじゃないのでこのまま右、オッケー、で上に行ける感じでしょ。やった、やっと見つけた。これは難しかったな。これ右行くべきか下行くべきかいや、どっちも下なんだけどね。下行きます。なんだって、やった、こっちで正解でしょきっと。いや待って、危ねえ、チェックポイントにはてな、どういうこと。やった来た、チェックポイント2だね。もう次ゴールだよ。さてここは大砲が迫ってきてます。大丈夫ですか、大丈夫ですか危ねえ、これ下何があるんだろう、下から行くんじゃないの。ほら、どっちがいい、こっちがいいよね、絶対こっちだよ。さて青のハートと赤のハート、ハートは赤でしょ、青のハートなんて嫌なんだよ。こっちが正解、合ってる、嘘、あ、嘘、あ、ビビったうわ、めっちゃ焦ったね今。なんか最後ね順調にポンポンポンっていけた気がするんですけど、今日もご視聴ありがとうございました。はい、それじゃあ終わろうと思ったんですけど、久しぶりにですねスピードランを1個だけやろうかなと思いまして、このコースやっていきます。まあ20秒のスピードランって言ったらね、まあそんなに時間かかんないと思うよ。一発でクリアできた、すごくないここそんな甘くねえと。あれだね、ここもコインの通りだね。まあスピードランって言ったらねコインの通りばっかなんですけど、でさっきここで当てる、でここでも投げない、でここで上、でここで右、よし、で上、でここでジャンプ、ジャンプ、おっせそういえばね、僕よくトロールすると思うんですけど、コメントとかでさ、あの、はなーとかさ、ひーとか、いえーとかね、叫ぶのが好きみたいなもう絶叫するのがね、好きみたいな人がね、結構いてくれるんですよ。あ、それはめちゃくちゃ嬉しいんですけど、やっぱりね、それって、いや、ここはいけらず、ゴールこの動画が良ければ、グッドボタン、そして、リオキングのチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。